ってしまいましたね。そうですね。このパスはキーパーへ。スピラノビッチ、クルーフ、オーストラリア、なかなか前にボールが運べません。ここは読んでいました。ここでファールをもらいます。ヨルダン、なかなか敵陣に入れません。大きく縦へのアーチ、ここはすぐ奪い返します。これはファールを取られましたか。イエローカードです。残り3分というところでしょうか。シュート、懐かしい、ヨルダン、ヨルダンゲームをひっくり返します。いやー、よく詰めていましたね。いやー、いい反応でしたよね。セカンドボールをきっちり助走したポジショニング、見事でしたね。さらにはオフサイドラインをきっちり見ている落ち着きもありましたからね。素晴らしいゴールとなりましたね。リスタート、1点取った後またさらに追加点、1回目では狙いとしては最高ですよね。長いボール縦に入れます。飛び出しての対応です。カットです。大きく前線に入れます。前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。差は1ゴール。さあ、まずは前半が終わりました。前半のうち逆転ですか、はい、いや、素晴らしかったですね。そうですね、失点して火がついたんでしょうかね、ええ、選手たちの動き逆に良くなってきましたからね、はい、こういうことってあるんですかね。はい、では引き続き試合をお楽しみください。キックオフです。オーストラリアとしては早めにペースを掴んでいくためにも、この立ち上がりをどう過ごすか重要になってきますよね。長いボールを振ります。どうしたんですかね。これはありません。キーパーから前線へ。縦にボールをつないでいきます。ゲディナック、縦へのアーチ、前線へ出す、クロスを上げる、シュートレンジです。
オフサイドです。オーストラリア現在このセカンドハーフの序盤をビハインドという状況で今日は戦っています。まあ、この後半の入り方で主導権が変わってきますからね。まずは相手より先に掴むことですよね。まあ、そしてもうこれ以上失点しないことが重要になりますよね。ふわっとしたボール、チャンスになる、シュート、止めた。いやー、キーパー素晴らしいですね。いい仕事しましたよね。一人で持っていけるか。いやー、これはよく止めました。オーストラリアとしては突破できませんでしたけどもね、受ければチャンスでしたからね。今みたいな位置では勝負していった方がいいですよね。ポスト直撃、プレッシャーをかけていきます。ちょっと危ないぞ、このパスはチャンスだ。縦にボールを送ります。ここで受ける、自分で行く。ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、ショートコースがなかったんじゃないでしょうかね。前線1人、周りの味方の選手はまだ上がりきっていません。ヨルダンはメンバーチェンジです。スローインをカットします。オーストラリア、ここでファールがありました。パスを出す、シュート、いやー、追加点、ヨルダン、ヨルダン、これで2点差。絶妙なタイミング、バックスライン際の駆け引きからゴールが生まれました。最後のスルーパス、縦に入れたボールもね、何かこうゴールを奪っていくぞっていう勢いのあるようなスルーパスですよね。そうですね、今日2点目のゴールです。さあ、ヨルダン、リードを2点に広げてリスタート。ヨルダンとしては、まあプラン通りといったところでしょうかね。今日はうまくいってるんじゃないでしょうかね。上がっていく右サイド、サイドを走る、チャンスだ、来た、チャンスだ。これは繋がりません。さあ、前線へ、右サイドから上がります。選手を変えるようです。今日得点を挙げているんですが、ここでベンチに下がりますね。
これを読んでいました。イェディナ、ヘイギル、ここでファールをもらいます。ヨルダ、これはカード、手元の時計3分を切っている状況。スピラノビッチ、イェディナ、縦を使います。クルーズ、カウンターを仕掛けます。抜けてくる、裏へのスルーパス、うまくボールに行きました。縦にボールを送ります。ケイヒルからマーク・ミリガン、どうだ、シュート、ゲット、オーストラリア後半ロスタイムです。見事なドリブルでした。シュート前に勝負ありでしたね。前に行こう、シュートしようという意識がね、非常に高いですよね。そうですね、シュートの技術もそうですけども、ドリブル、はい、しっかり突破していくということが素晴らしいですよね。そうですね、あと1点ですからね、ここからは全員で行くしかないですよね。緩いフィード、レフリー試合終了のホイッスル、3-2、オーストラリア敗れました。そして大事な初戦を落とす結果となりました。これは痛い開幕戦です。北澤さん、試合の総括をお願いします。オーストラリアとしては残念ながら結果を出せませんでしたね。しかもグループリーグということで、次負けると非常に突破が厳しくなりますから、しっかりと修正して試合に挑んでいってほしいですよね。そうですよね、大事な大事な初戦、勝ち点3で2試合目に臨むのと、勝ち点0で臨むのと、これは雲泥の差です。イラクブルクスタジオンよりお届けしてまいります。解説北澤さん、実況はジョン・カビラ、お届けしてまいります。北澤さん、今日はよろしくお願いいたします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。さあ、選手がピッチに入ります。今前半キックオフになりました。オーストラリア対イラク、さあどういうスタートになりますでしょうか。見てまいりましょう。読んでいました。マーク・ミリガン、フリーで受ける、フリーだ、チャンスになる、シュート、いい位置で奪ってのシュートでした。しかし相手のバックスは完満なプレーでした。
スを狙う。マーク・ミリガン、さあケイヒル自分で行く、打っていったヒル来た、先制オーストラリア。さあまずは先制、鋭いボールゴールへと突き刺さりました。これは気持ちのいい一発が決まりましたね、はい、ものすごいボールスピードでしたからね。そうですね、分かっていてもなかなか止められないですよね、うん、今のは。この重要な試合でまず一歩をリードしています。オーストラリア、この序盤に先制点を奪いリードする幸先いい展開ですね。早い段階で先制できて気持ち的にも余裕が出ますからね。あり方としてはプラン通りじゃないでしょうかね。いや展開早くなってましたね。ヒューズボール、現在ファーストハーフ中盤で1対0とリード、さらにはポゼッションで相手を上回っている状況です。今は状況的に非常にいい時間帯と言えるんじゃないでしょうかね。あとはこれがどこまで続くかが注目ですよね。裏へのスルーパス、ここで受ける、これはファールでしょう。これはカード、審判に抗議しますが、これは認められません。フリーキックのチャンス、ヘイヒル、オーストラリアはここでファールがありました。イエローカードです。縦にボールをつないでいきます。ここは厳しくプレッシャーをかけていきます。これは拾われます。堅いディフェンス、ここでファウルをもらいます。イラク、なかなかこじ開けられない。右サイド上がっていく、サイドを使う、シュート、縦を使います。この固い守りでボールを奪います。ブルー、ヘイビル、うまいですね、抜けてくる、ここもしっかりディフェンスしました。これもカードですね。イエローカード、
左でした。つけ込むいいシュートでした。またファウルか。オーストラリアとしてはここに来て無理はしないでしょうね。前半もうすぐ終わりますからね。堅いディフェンス。抜いた。さあ勝負だ。オーストラリア、ここでファウルがありました。レッドカード。抗議の姿を見せますが、これはファウル。判定は揺るぎません。たいところ、直接同点。素晴らしいプレーでしたね。イラク、ここでスコアを同点にします。いいですね、流れ来てますよね。直接叩き込んできました。いや、入っちゃいましたね。正確なキック持ってますよね。一旦仕切り直しですね。天井は5分、精神的には追いついた側の方が若干有利な面があるかもしれませんけど、ちょっと展開読めなくなってしまいましたね。そうですね。43分です。オーストラリア、ここでファウルを取られます。レフリーの答えはイエローカード。審判に抗議しますが、これは認められません。今日のゲーム、フリーキックからのゴールを奪われています。スペースへ出す。裏に味方を走らせる。シュート、勝ち越し、イラク。試合をひっくり返します。イラク、一歩抜け出してパスを受けてのゴール。見事なタイミングでした。そうですね、出し手と受け手の一つ、積極的に仕掛ける姿勢がこのゴールを生み出しましたよね。そうですね。
勝利に向けて一歩抜け出しました。まあ、1点取る。前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。前半終え2対1。さあまずは前半が終わりました。いや面白い前半でしたね、はい、同点に追いついた勢いで一気に逆転まで持ってきましたからね。そうですね、自分たちの時間帯にどれだけ有効的な攻撃をしていたかっていうことでしょうね。はい、ではこの後も引き続き試合をお楽しみください。さあ後半スタートです。この一番でどれだけ平常心でいつものプレーができるのか、そこが大事でしょうね。ここかわす、味方を走らせる。これはオフサイドです。ここは繋がりません。あっとここでイエローカードです。オーストラリア、これさっき当たった時でしょうね。左サイド上がっていきます。ここでファールをもらいます。イラク、コース空いた。さあシュートに行けるか。来た、イラク追加点が決まりました。これで差は2点。これで2点差、リードを広げます。イラクとしてはまあプラン通りといったところでしょうかね。今日はうまくいってる。オーストラリアはここでファールがありました。カードが出ます。あーやってしまいましたね。みんな心配してますね。大丈夫ですかね。前線へカウンターを仕掛けます。スルーパスを出す。抜けた勝負のシーン、パスを受けてシュート、しかし決まりません。ボールを持ってない選手の動き出し、この辺もよく見てるし、動き出しの質ってものも上がってますよね。なるほど。これは直接狙える位置です。1点詰めておきたい。
まだ。どうだシュート。このヘッド報われませんでした。オーストラリア決定的とも言えるチャンスのシーンがありました。前線へのボール。チャンスだ。ボールを追っていく。これはファウルでしょう。わっと2枚目が出てしまいました。これみんな心配そうに見てますよね。大丈夫ですかね。いかがご覧になりますか。そうですね、しっかり合わせたいいボレーシュートでしたね。オーストラリアあと1点というところ。前線1人で仕掛けます。味方選手の上がりはまだ不十分です。ルーズボール。このボール拾う。縦にボールを送ります。こぼれてる。低く丁寧に打ち込んできました。この試合初めてのコーナーキック。ここで受ける。どうしたんですかね。さあ交代枠を使い切りますか。飛び出していたのはグルーフ。ギリギリのところでしたけどね。後半ももう3分の2が経過しています。手を使います。裏へのスルーパス抜けてくる。裏へチップ。これはファ
ファウルを取られましたか。カードが出ます。あー、またイエローカードですね。コーニの姿を見せますが、これはファール、判定は揺るぎません。サイドのスペースを使う。サイドフリーですよ。ボールつながります。打つ、ルーズボールになる。チャンスだ。こぼれた。これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどね。チャンスだ。カオスサイドになります。オーストラリア、もう時間がない。この僅差、まずは追いついておきたいところです。いや厳しいですけど、なんかアクション起こさないとね。このまま終わっちゃいますからね。どんどん前にボールを入れていった方がいいですよね。これはチャンスだ。シュート、もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。裏に味方を走らせる。これは読んでいました。走らせる。オフサイドです。グルーズ、オーストラリアとしては時間ないですからね。ここはシンプルな攻撃でもいいと思いますけどもね。このボールに触ります。しかしここで戦いの終焉を告げる長い笛。3-2、オーストラリア決勝トーナメント進出の夢は儚くもついえました。さあ北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか。